角田裕希がラジオでレースエンジニアを苦しめたことで有名だが、日曜日のオースティンでは逆で、マッティア・スピニが遅れてメッセージを伝え、チームはチームの能力を最大限に高めるために大胆な戦略を立てるつもりだというメッセージを伝えた。角田はミディアムタイヤで11番手からレースをスタートし、ほとんどのチームが展開する従来の2ストップ戦略を選択した。アストン・マーティンのペアと激しい戦いを繰り広げた彼は、 フェルナンド・アロンソのリタイアにより、10番手に昇格し、チームにアイデアを与えた。ファステストラップのボーナスポイントは、トップ10以内でフィニッシュした場合にのみ与えられる。角田が後を追うアレックス・アルボンと、大きな差をつけられていたため、アルボンにもサーブタイムペナルティがある、アルファ・タウリは、角田にソフトタイヤを履かせるよう呼びかけた。最初、チームからボックスに呼び出されたとき、心臓発作を起こした。問題があると思ったからだが、チームは、 ソフトタイヤでファステストラップを目指すと言った。レースの最終ラップでファステストラップを狙うのは初めての経験でしたが、本当に楽しかったですし、スリリングでしたとレース後語った。最終的には、フェルナンド・アロンソに少し恵まれたが、パフォーマンスを最大限に発揮できた。なぜなら、あそこで走っていなければ、恩恵を受けてポイントを獲得することはできなかったからだ。ルイス・ハミルトンとシャルル・ルクレールの失格により、角田は、 8位に浮上し5ポイントを獲得しした。しかし、ガレージの向こう側では、手のけがから復帰して、最初のレースとなったダニエル・リカルドには失望があった。彼はワンストップ戦略を取ったが、ハードコンパウンドタイヤのグリップが切れて後退した。チームは、終盤に彼をピットインさせたが、順位を回復するには、十分な周回が残されていなかった。特に、彼が、車両にダメージを負っていたことが判明したためだ。 テキサスはあまり親切ではなかったとリカルドは語った。当初は計画通りに順調に進んでいたが、問題は、青旗を掲げた車両が後ろから迫ってきたことで、あまりにも多くを失いすぎてしまったことだった。渋滞に苦戦したようで、後半にダメージが出て、その後はペースを変えてしまった。ミディアムコンパウンドでは、角田祐樹と同じラップタイムを記録していたが、私はワンストップだったので、もう少しタイヤマネジメントが必要だった。 チーム代表のフランツ・トストは、損傷は左フロントブレーキダクトであり、空力に大きな影響を及ぼし、多くのダウンフォースを失ったと説明した。リカルドは、車のバランスが崩れたため、良いパフォーマンスを発揮できなかったと、トストは続けた。セーフティカーが出た場合に備えて、彼に新しいタイヤを要求したが、残念ながら、それは実現しなかった。今回のマシンの故障により、ダニエルは、 これ以上のパフォーマンスを発揮できなかったことをお詫びしなければならない。私は、メキシコで彼が戻ってくると確信しているし、できれば車が信頼できるものになって、彼が力強い予選と良いレースをできるようになるだろう。コメント。F1 の公式の記事です。角田裕希選手とリカルドが語られています。角田裕希選手については、彼の力が発揮できてこれ以上ない結果だったと思います。レース後に、順位が2つ上がる。 というのも月があります。それにしても、ファステスト流行りすぎのように感じました。成功したから良かったものの、今まで、謎戦略や失敗をやらかすスタッフなんですよ、正直に言うと。何か起こる可能性があるのではと思いました。結果よければですが、ヒヤヒヤしました。リカルドは、マシンの損傷とても完全ではない様子。手は、完全ではなければ、もう少し伸ばす方が良かったでしょうが。 出たいという気持ちがあったでしょうから。であれば手は、行ってはいけないと思います。次に、マシントラブル。これはついていないですね。トストもかばっています。ただ、厳しい言い方をすれば、角田祐希選手に勝てていないスプリングシュートアウト以外、勝てていない状況でマシントラブルがなくてもいい結果は期待できないでしょう。次のメキシコで力を発揮できるか